ウクライナ軍のドローンがロシア軍の戦車を爆撃する映像が公開されました。具体的な場所や部隊などは明かされていません。ロシア軍の戦車は西側の最新の戦車と地対爆撃によって兵士の致死率が高いと言われています。